山形純奈は TBS テレビのアナウンサー。岩手県森岡市出身。岩手県立森岡第三高等学校、実践女子大学生活科学部卒業。姉には常に憧れと対抗心を持っていて、幼稚園の年長から中学1年生までやっていた。ピアノは姉の影響からという。子供の頃は本人曰く活発で、小学校6年生頃は、 バレーボールのクラブチームで活動したほか、リレーの全国大会で5位に入ったことがあった。中学時代はバレーボール部でキャプテンを務めていたほか、リレーでの経験を買われて陸上部のスケットもしていたことがあったが、高校では選手ではなくソフトテニス部のマネージャーを務めていた。子供の頃から誰かを献身的にサポートすることが好きで、小、中、高とずっと保健委員だった。 高校生時代、最初は、養護教諭を目指していたという。実践女子大学生活科学部に入学。2013年11月、ミス実践コンテスト2013グランプリ。同年12月、ミスオブミスキャンパスクイーンコンテスト2013ファイナリスト。2014年2月、ミスオブ東京グランプリ。同年4月、ミスオブジャパングランプリ。2015年11月、 2016ミスインターナショナル日本代表選出大会グランプリ2016年10月2016ミスインターナショナル世界大会ではファイナリストにそれぞれ選出されたまた大学在学中は雑誌 JJ の専属読者モデルを務めた2016年4月から2017年3月までの1年間トヨタ自動車のディーラーである トヨペット店による第41回トヨペットフレアイグリーンキャンペーン大使を務め、地元、岩手を含む全国にあるトヨペットの販売店を回った。実践女子大学生活科学部卒業。2017年4月、TBS テレビのアナウンサーとして入社。同期入社は、キ入れ智と山本里奈。山本とは、通っていたアナウンススクールが一緒で、 アナウンサーの最終試験の前日も一緒にいて、励まし合っていたという中でもあり、後に3歳コンビとも言われていたが、山形本人曰く、その後は、これはあまり言われなくなったという。2017年7月18日、同期のキ入れ、山本と共に、ドクマムシサンダユーのミュージックプレゼントにおいて、赤坂デリシャカス PR を兼ね、ラジオ出演した。 アナウンサーを目指すようになったきっかけは、地元、岩手で、東日本大震災で被災し、停電の中で聞いていたラジオのアナウンサーの声から、覚えた安心感と信頼感だったと話している。姉がいる。栄養士、管理栄養士、食品衛生監視員、食品衛生管理者、普通自動車運転免許、テレビラジオ、ありがとうございます。